各地では地下シェルターへ市民の移動が開始されています。時間がないぞ。何としてもこの機体を立ち上げるんだ。今回の日本総攻撃における予想被害地域は以下の通りです。東北地方南部、関東圏全域、中部地方の一部。繰り返しお伝えします。各地では地下シェルターへの市民移動が開始されています。避難勧告の出ている地域の皆さんは速やかに軍の指示に従いシェルターへ避難してください。へへ、あそこか。博士の言ってた横田基地ってな。急げ。強魔帝国の連中の攻撃が始まる前に何としてもこの機体を起動させるんだ。南部注意。しかし何度やっても結果は。今さらやめてどうなる。博士の残した機体何としても起動しなければならないんだ。シークエンス3からもう一度だ。起動シークエンス3再試行します。ダメです。命令を受け付けません。原因不明。えい、ハクセル殿、忌まわしき遺産をああいう形で権限させるとはな。タイタン様、目標横田ベースへの攻撃準備が整いました。ご命令とあらばいつでも壊滅せしめてご覧に入れます。よろしい、やれ。はは、タイタン総統万歳。下等人種の猿どもへ、どんな技術で武装しようと我が軍団が全てを滅ぼしてくれ。南部注意。強魔帝国、こちらを目標に移動していると思われます。やはりか。上層部から避難命令が出ています。このままでは我々も。くそー、お困りのようだな。誰だ。その機体動かねえってんだろ。民間人が入っていい場所ではない。ここはシェルターではないぞ。知ってるよんなことは。俺は用があってここに来たんだ。何だいたいただの民間人の俺が一人でのうのうとここに入ってこれたのはどうしてだよ。少しは落ち着けよ技術士官殿。なんだと。この機体はな、マニュアル通りじゃ起動しねえんだよ。君一体何者だ。何がどうなってる。この機体はな、強魔帝国攻撃を開始してきました。君はこのソニックボイラー、俺のために作られた機体だ。サウンドマシンタイプ01ソニックボイラーカゴクラ竜号、禁じさせてもらうぜ。ラジオコンプレックスブラザーズ。ラジオコンプレックスブラザーズ。 RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。大和工房サウンドクリエイターの大和凛です。大和帝国脚本演出家のインカネーションです。いや、久しぶり。お久しぶりです。皆さんにも本当になんか僕の編集が遅れたりなんだりもあって、非常にお待たせをして、でしかも前回は予定が合わなくて私のぼっち会だったんでね、僕久しぶり、本当にそうですね、いやーなんか緊張します ね緊張しますね、なんかちょっとね、あとは若い者たちに任せてって言われた後ぐらいの感じが若干するから気まずいね、気まずい、一番気まずいやつですよ。いつもとちょっと違う始まり方を今回しましたけど ね、ちょっと新しくいろいろ変えていこうかなと思って、はい、ちなみに前回の僕一人でやった放送聞けてないよな、ですよね、ですよね、何やってたの？ツイキャスのですね報告をしてたんですよ。ああそうなの。そう、ツイキャスに来てくれたお客さんが残していったコメントをいっぱい紹介してたんですよ。ツイキャスの方に最近ねご就寝なようで、そうそう、やっぱ生放送はお客さん入るね。生がいいよ、一番生派だもん俺も、うん、そうね、そうそうそう、何もつけないもん、生派だもんすげえ頑張って言わねえようにしてたのにさ、今さもうやすやすと破ってくるからね。そうね、先っぽんとこね、そうね、破っちゃって破れちゃってるから、すいません、久しぶりだからさ、そのアクセルの入れ方分かんないんだよねどこで踏んでいいか分かんないからねそう生放送はどうなの？でもツイキャスの方はRCB とかとは違ったことやってるんでしょ？だってそうお芝居がほとんどですね、やっぱね、お芝居いいよね、そう生でね来るよね、うん、やっぱその場にいる人たちと一緒にやる感じ、はい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 、その場にいる人たちでなんかこういう系の台本やりたいですっていうリクエストもらって、はい、じゃあ今書くねっつって何分か待ってもらってバって書いてそれをみんなに送って、うん、でやるの。まあアクティブユーザー10人前後多いと同時接続数、そう累計でマックス200〜300いくかな。あすごいね、1回の放送で出たり入ったりでね、そう2時間ぐらいやってそれぐらい入る。同時でやっぱ200人ぐらい聞いてくるといいよね。いやそこまで行きたい ね、はい、まあ詳しいことはそちらの前回の配信をね皆さんも聞いていただければと思いますけれどもね、そんな感じでちょっとお芝居を連動させていこうということで、まあなんだかんだで結局うちのキャスの配信でも一番人気あんの SVW なんですよ。やっぱキラーコンテンツですよね、結局あれが一番盛り上がるんですわ、はい、ということで SVW の一頭頭の封印されていた第1次をね、第1次を突発的に連載開始。連載開始なのこれ？今回だけじゃないんだ。今回だけかもしれない、かもしれない、反響によるわ反響による反響によるわそしたらさ違うよ、オープニング僕ら2人だけじゃなくて何人か呼ばなきゃいけなくなっちゃうよ俺。そうそうそう、だからラジオドラマパートになったらちょっとこれ皆さん収録しといてくださいとかっていうスケジュールが組まれる可能性あるんだよなるほど、そう面白いねそれね。でもその方がいいじゃん、それいいよね、毎回2人ぐらい出て ねそうそうそう、ちょっとずつね、ぶつ切りで見せていこうかな。しかも今回すげえいいとこで終わってっかんね。そうなんだよ、ここからどうなるのかっていうのはね、そう楽しみですね、はい、いうところで、これからお楽しみにというところでございます、はい、RCB55th コンプレックスリペアリボーンリスタートステイチューン RRR ですね。希望を持ってニューデイこの空インカールト級。やばい、すげえ久しぶりだ、前ジャックしたから。車庫のパンチは地球上の生命体が繰り出す動きの中で最も速いと言われています。あまりにも高速なためパンチをするたびにとある現象が起きてしまいます。その現象とは何でしょう？あれですね、ドリルストームかゲッターサイクロンかルストハリケーンが起こる実は元ネタは車庫だったっていう正解は海水が沸騰するでした。このコーナーではヤマトリンに挑戦してほしいクイズを募集しています。 RCB メール投稿フォームよりどしどしお寄せください。はあ、海水がねもう実海みたいだね。改めましてヤマトリンです。改めましてインカネーションです。さあ、キャスの人たちはあまり馴染みのないフリートークのコーナーでございますけれどもそんなこと言うなよまあシーズン的にはこう冬だったわけで、いろいろウィンタースポーツだとかなんだとかっていう浮いた話を職場で僕も聞きつけるわけですよ。あ、そうなんだ、まあ、割と業界的にもね冬忙しい業界にいるんで僕今そんなにはいけないんですけど、やっぱちょこちょこみんな休みを見て行くさ。行くよ。まあ俺は行けなかったけどな。あなたやらないでしょ。トウィンタースポーツ。いや、ところがね、割と僕できるんですよ。今度行こうよ。スケートとスキーは行けるの。スケートとスキーはね、特にスケートが好きかな。あ、そうなんだ。どっちかっていうとね、てかまあローラースケートの延長で好きってだけなんだけど。あ、なるほどね。もともとアイドルだもんね、80年代のね。ああ、懐かしいね。僕にもそういう時代がありました。なんとかしのぶさんみたいなこと言わないでくれるはい、そういうことで。私なんですよ、今回は。はいはい。うん、そうね。実は僕はもう冬になると、もう毎週山に行く人なので。大雪山にこもって、下ろす練習を。1月の中旬ぐらいから。1月中旬、はい。2月の終わりまで5回行ってるので。好きだね。もう毎週毎週大雪山下ろしの練習だ。もう完璧だね。毎週雪山ですよ。ってなわけで、まあ、その時の話をちょっとしようかなと思うんですけど、はいはい、写真をね、いろいろ撮ってきたんで、はいはい、ちょっとね、1枚目これちょっとご覧になっていただいて、はい、1枚目、はい、こちらちょっと見てもらっていい？ここね、別に我々遭難してるわけじゃないんですよ。はい、視界がいい方。あ、これがいい方前の方がさ、なんかなだらかで道っぽくなってんじゃん。なってるね。なんか左の崖に行くんですよ、これそういうことだよねこの六日町八海山っていう日本酒で有名なね、はい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 、30代40代のおっさんたちだけで行ってですね、ここに、はいはいはい、猛吹雪だったの、その日。すごい天候ある。そうだよね。俺初めて天気予報でさ、雨雪曇り見たことありますけど、暴風雪って見たことある？ないないない。東京に住んでる限りはないよ暴れる風と雪ですよ雪も風もひどい中、ここ、はいはい、急斜面しかないの、ほとんど。ああ、もう死にに行くようなものだね、それはね。レストハウスもほとんどなくて、なんていうのかな、合宿なんだ、基本的には。要はガチ勢の集まるところだ。ガチ勢の集まるところで、ガチ勢のみで行ったから、はいはい、ああ、なるほどね。もうさ、辛くて辛くて、もう午前中終わった段階でみんなレスハウスで、特に談笑とかないから、もうリングを降りた後のジョーみたいになってる感じね。で、午後どういうスケジュールで訓練するみたいな感じになってるわけああ、なるほどね。そうだね。間違ってないじゃん。さっきのどれでツッコミがないと思ったよ。大雪山おろしの訓練に行ってるのと大して変わんないじゃん。そうなんですよ。修行なの、これ修行だったわけね。もうね、全然楽しくなかったのねこれさ、5回中何回目？1回目、最初ウォームアップは修行していかないと。なるほどね。もう高いとこから始めていくわけね。そう、そしてあと楽じゃんもう修験者の雪山ですね、これはねド M な雪山で、それにその後、はいはい、次の週泊まりで行ったんですけど、2枚目の写真、これ見ていただいて。あ、綺麗ですね。前にさ、でっかい湖が見えるでしょ。これね、猪苗代湖です。ああ、はい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 。会津磐梯山ですね。アルツバンダイスキー場に行ってきました、初めて。これはエンジョイですよ、エンジョイ。エンジョイですね。ここはスキーの話はそんなにないです。あ、そう。これ一緒に行った人がスノーボーダーですごい有名なというか会社の人なんだけど、すっごい上手い人で。へえ。トリックがね、ジャンプしてこの人縦に回るんだ。あー、いるねあれだ、ガンダム X の時に出てくるスノーボードモビルスーツみたいな感じだ。そうあれさ、でビームライフルってくる単一つ目だかなんだかよくわかんない感じのそう流行りに乗っかった感じのね、ガンダムね。はい、なんだ、カンジムとかカンザクみたいな感じね。すごい人がいて、でその人にインカさんも飛んでみましょうよと。おーあ、ただ僕、まあ、太ってるじゃないですか。そうですね、基本的には。はい、基本的にデブですねデブってそうだね基本的にデブだからそう飛べない豚、ただの豚だって言われて今言おうと思ったのにね、言われてお前も言おうと思ったのかよで飛んだので、インカさんストレートジャンプって普通にジャンプするのはね、一応僕も長年やってますから、はいはい、それはちゃんとできるの。その時はスノーボードでやってたの？僕スキー。あ、スキーでね。そうで、スキーでまあ横に回ってみますかと、360度行ってみますかと、はい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 。で飛び方教えてもらって、飛んでみたの。160度ぐらいしか回転しなくて。160度、はいはい、半分もいかないわけだ。そうそうするとどうなるかって、着地した瞬間に後ろ向きになるわけですよね。そういうことだよねだから160度ぐらい回転して、そのまま着地するかと思ったら、着地した段階でバランスを崩して後ろに後転するわけですよね。はい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 。で、つま先の部分、スキーのつま先の部分が雪に刺さって、刺さるね、はい、刺さって外れるっていう。外れる、はいはいはい、でゴロゴロ下に降りてって上に見たらなんか墓標が立ってるわけよ俺のそうだよねそういうことだよね、うん、大体分かったくるボスジャンプします回ります着地しますゴロンボスガラ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 ってことだね。そう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 、はい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 、ではーって気がつくと2本チーンって立ってるわけね。そうなるほど、あ俺あそこで死んだんだみたいな墓標っていうか外場だよね外場ってそうまあ飛ばだね、外場だね。そうでしばらく足と腰は痛かったんですけどまあそんなことがありつつ、まあ、このアルツバンダイでは実はスキー場ではそんな大したことなくてですねその瞬間見てみたかったなで3枚目の写真これカツの写真ですけど、はい、これはバンダイさんで会津バンダイ会津で有名なソースカツ丼で、うんうんうん、大きさちょっと分かりづらいと思うんですけど、このカツの一切れがあなたの顔のサイズぐらいあるわけ。いや嘘でしょ。あえはあ、いやこれ食いたいな。美味しかった。美味しそうだね。最初の3分の2ぐらいまで美味しかった。3分の2ぐらい、うん、あと3分の1は苦行だったやっぱり、ね、だよねやっぱり修行じゃん4人でみんなでなんで頼んだんだろうって顔してたもんだって結論は修行じゃんそう大修行、はいっていうのがあるんですね。これは会津磐梯さんね、はい、で次の週も行ったんですよ僕。次の週も行った、はい。これは次の写真なんですけど、これ出るかな、パノラマ写真なんです。パノラマ写真ですね。これ白馬八方尾根って言ってですね、はいはいはい、長野県今度は日本アルプス、そうそうまあそうですよ、白馬村のね、とこなんですけども、はい、これ多分ねラジオじゃ分かりづらいんですけど、まあ、白馬良かったって話しかなかったんですが、はい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 、これ Google が勝手にパノラマ作るって機能あんじゃん。 Google が勝手にパノラマを作る。 Google で写真をパシャパシャパシャって同じような位置で撮ってると、うんうんうん、勝手にこの位置でこんなパノラマ写真ですみたいなのを作るのよ、うん、あへー、これそれなの。すごいでしょ。すげえ。なんだけどもこれ怖くて、うん、よく見ると、うん、明らかに写真じゃない部分があるのね。写真じゃない部分、書いてますっていう補記してますみたいな、はいはいはい、そうそうそう、輪郭をぼやかしてるところ、はい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 、とあと明らかに俺が撮ってない箇所の写真があるので、はい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 、これどういうことかっていうと、ああ同じ位置で写真を撮った人の写真の要素を入れてるのよ、こういうグループ、はい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 、なるほどね。超気持ち悪くない？うん、それは気持ち悪いわ。凄まじく気持ち悪くて、うん、そうだね。皆さんね Google フォトにね位置情報を送信するのやめた方がいいですよ変なとこで使われる可能性あるから。そうだね。で今までパノラマできたとか言ってそのフォトでね作ってた人はよく見てみると結構気持ち悪い輪郭というか、あここ絵じゃんみたいなとこあるのありますからぜひご覧になっていただいてあでも山あいの線におかしなところあるね。あるでしょあるでしょ。真ん中やや右のちょっと暗くなってる山あいのあたりはこれ絵だね。そうだね。でもまあ人間の技術に驚かされた。これ修行か。これ何の修行だ。これ何の修行でもないよ、エンジョイだよ。車、あそうだそう、思い出した思い出した、一個言っていい、ここでどうぞ。白馬で、はいはいはい、白馬で、あ白馬でシンクの馬を見た。見てないあそう白馬なのになんで赤いのみたいなねそんなに言うけどそうじゃなくて、うん、白馬で、はい、結城正美先生が白馬のクロニクルサイン会をやっていた。なんでお土産持ってきてくれなかったのそこまでやったらすぐ言うだよね1ヶ月も経たずに言う言うね。言うけどもアーリン君好きなやつだって思うけど、うんうん駐車場あるでしょ。あ馬が止まってた。違うって馬から離れようとりあえずは馬と白馬のクロニクルと結城まさみから離れようね離れ、はい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 全部繋がってんだ結城まさみも馬好きだからな。はい車止めてたんですよ2日目ね、はい、駐車場に、はいはいはい、止めるとこ悪かったらしくて、うん、下凍っててスタックしましておーおーおーはい、駐車場のスタックは私初体験。あらら。最近車もよく乗るようになったヤマドリンさん、はい、やっぱりそういう時に僕はスタックするかもと思って、うん、タオルを持ってってた。うん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 、はい、タオル何に使うでしょう。タオルをこうマチコさんみたいにこう巻いてマチコ巻き、助けを待つ。違うごいどってどうすんだよあれタイヤのとこにさ駆動輪にかませるっていうところは覚えてる。でタオルがない場合はだいたいフロアマットがカーペット状なのであれでもいいんですけど、あれベリって剥がしてね、そうあれで押してもらってやったんだけど、まあ怖かったよね最初スタックした時ね。どんなにアクセル踏んでも後ろに下がってくんだもんだって怖いで後ろに駐車場だから後ろに車がいるのよ。ああ怖い。はいこれは服部湖っていう福島のまたスキー場なんですけど、はい、これリフト券に天下太平って書いてあるんですよ。書いてあるね。この間何だったかな、焼肉定食って書いてあったかななんか漢字が書いてあるのよ。あはいそうこれなんでかっていうと一つ理由はその日付が見るときにパッと見分かりづらい日がある。はいとあと偽造されにくくするために必ず無意味な四字熟語を入れてるのよ。でこれはスキー場の人がその日の朝に決めて毎日違う。懐中電灯だったかもしれないし機動戦士だったかもしれないわけね。機動戦士の可能性もあるし機動戦艦の可能性もあるしあるね、装甲機兵の可能性もあるから。そうあーありえるね。なるほどね。飛行かあ3文字だ4文字のねその感じにして偽造防止ってやってるんですけど、あーなんか遊んでそうだね。そうこれ天下太平で時点でもうだいぶ遊んでるでしょ。だいぶ遊んでるねというわけでそんな、2017年の、ウィンターアクティビティでした。皆さんもぜひスキー僕と一緒に行きましょう。みんなで行こうよ。あ行きたい。みんなで行きたいね。はいぜひ来年よろしくお願いします。はいよろしくお願いします以上、フリートークのコーナーでございました。今週のヤマトリン車の話。皆さん高速道路ね、特に東京は高速道路がね網目のように這い巡らされていて非常にこう複雑で、大変な思いをする、そして誰もが一度は洗礼を受ける、そんな場所でマトでございますが、私も洗礼を受けましたあまりにも焦ってて具体的なサービスエリアじゃないあれ忘れたけどインターチェンジの名前忘れたけど自分家の地元から、幕張メッセに行きたかったんですよ。ワンフェスに行きたくて3回間違えて、でしかも同じ場所で3回間違えたから3回出入りしたんだよね、首都高速だっかなんだかを。これは授業料だなって思ってETC がカチンカチンってなるのをこう悲しげにこう聞いてました。そんな大和凛、その瞬間二度と車には僕は乗る資格はないと、そう思いましたが、この話をするとみんなが慰めてくれます。だからこれを聞いた人みんな僕を慰めて。以上今週の大和凛でした。いやなかなか楽しい雪山だったそうですね。ああ楽しかったです。いやまあ最後にちょろっとだけ僕の今年の冬の楽しかった話をすると、はい、初めてねさっきも言ったけどワンフェス行ってきたんです。ワンフェスね、ワンダーフェスティバル、はい、造形物のコミケみたいな感じかな。立体物のコミケ。そういやすごいねディーラーさんたちの作るフィギュアとかって。あそう僕は別に造形物得意ってほど得意じゃない、もうプラモデルをねちょっとこう楽しげに作るぐらいしかできないですから、はいもちろん昔フルスクラッチでフィギュア作ったことありますけど、じゃあ2度3度やろうと思うかっつったらやらないぐらいの情熱しかないので、ほんとすごいなと思って感心して見て買い物はできずに帰ってきましたいやただただすごかったっていう。だから行ったことない人は行ってみるとすごい目の肥やしになるんじゃないかなと思うよ。なるほど。ワンフェスって何？ワンフェスで今調べてるんですけど、はいはい、コスプレの写真しか出てこないけど何なのこれ。ワンフェスディーラーで調べるとそうでもないですけどやっぱコスプレがすごくて、やっぱほら造形物作る人たちが集まるからレイヤーの気合も結構高くて。ああそっか、まあいわゆる造形物だよな。そう衣装とか等身大造形物だからさ。なるほどね。だからね俺仮面ライダー絡みの人もいっぱい。俺ティラノレンジャーをやってたんだけど、最近作ったやつ作ってもらったやつで、はい、近くにさアイアンマンの本当にロボットみたいになってて、はい、マスクとかが自動でウィーンっつってカチャンカチャンって開くやつ。おう本当に撮影で使われてるようなレベルのアイアンマンがいた。すごい。もう本当にモノホンだった、あすごい、すごい銀エーデンの戦艦が売ってるだからそういうすげえマニアックなプラモっていうかさ、その造形物ガレージキットすげえ見たいこれそうだからあれだったらねインカムなんかねあれだよ、機会あったら行ってみるといいよ。俺多分ねコミケよりこっちの方なんじゃないかな。うんかもしんない。この子すごい際どい格好してる、まあ、そういうのは、まあ、それは好きにしてくれっていう感じでした。とても楽しかったです。いや良かったですね、はい、さてじゃあ告知いきましょうか。でな、はい、2017年4月の30日音楽同人専門物販イベント M32017 春、出展決定です。大和工房の配置は第1展示場 L21A、今まで第2展示場だったんですけど第1展示場に今回配置が私の配置が変わりまして、なので場所が違いますのでご注意ください。それからアコースティックユニット赤い糸のセカンドアルバム Song for You こちらも発売中です。私大和凛がミキシングマスタリングを担当、赤い糸と大和工房の全面コラボレーションアルバムになっております。M3 でもこちら発売する予定ですのでぜひ足をお運びください。私のオリジナルインスタアルバム、SVW サントラ1、2、900円ブースでダウンロード販売中。レイディーバードガールバックシートドッグのサントラ700円でダウンロード販売中。私のオリジナルアルバムステップバイステップも、ブースにて700円でダウンロード販売中です。よろしく。各コーナーへのお便り、番組へのメッセージはメール投稿フォームよりお寄せください。 RCB55th コンプレックスリペア、リボーン、リスタート。また次回。バイバイ。今週のセクシー。こんばんは、リンネさんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。世界が誇る丸顔シリーズ。どまんじゅう。どまんじゅうどまんじゅう、あの丸いフェイスが私の好みです。また来週。そうなの、そうなの。リン姉さんの歴史がまた1ページ。